ネズミ講なんですけれども、実体のない金品の受け渡しということで、これ法律で禁じられている行為になります。はい、こんにちは、八野です。この動画では YouTube のコメント欄や私の LINE アットにいただいた質問やコメントに回答していきます。今日のメニューはこちらです。今日も多いですね。はい、まずはスウェットコインの振り子の問題ですね。振り子を使う件の、コメントをいただいてます。2つ目、キャリア柴犬のエアドロなんですけれども、ホワイトリストの方向けにね、配布が開始されたということでね、もらったよっていう人がコメントしていました。私まだね、もらえてないので、この辺お話ししていきます。で、3つ目、ザ・マーズというね、マイニングアプリについてのコメントありました。4つ目、トラストダイスですね。こちらで、複数アカウント使ってバンされたという方からの投稿がありました。5つ目、コアマイニングに関する質問がですね、いくつか来てますので、回答していきます。6つ目がリージョンネットワークと、あとビットコインレジェンドですね。こちらの質問来ていますけれども、回答としては同じ回答になるのでね、一つにまとめました。で、7番目、チートムーンネットワークのノートですね。こちらの質問来ています。で、8番目が G キャッシュのスワップ方法ですね。こちらが昨日の動画でも回答したんですけども、なんかそれではうまくいかなかったみたいで、もう一度、質問来ていますので、回答していきたいと思います。で、最後にね、FX の昨日の結果共有します。はい、まずはこちらがスウェットコインですけれども、このね、裏技何かっていうと、要は振り子ですね。振り子を使って歩数を稼ぐということをすると、結構危ないですよと。いうお話ですね。で、それに対して、そういえば YouTuber さんが振り子なるものを動画中で紹介されていましたねということで、このね、YouTuber さんが紹介していたものが、単にね、その振り子の紹介なのか、スウェットコインで振り子使うといいよと言っていたのかどうかはちょっとね、私の方はわからないんですけれども、基本的にスウェットコインで振り子使うのはやめた方がいいですとね、私は考えています。で、その理由についてはね、こちらの動画で詳しく解説していますので、はい。ね、要は、スウェットコイン側ではね、ちゃんとそういったことも想定していて、振り子もそうだし、あとなんか犬につけると、ね、犬にスマホをつけて、犬がね、運動量が多いので、ね、歩数が稼げると思ったんでしょうかね。はい。で、そういうのもちゃんと検出できるようにね、しているらしいので、基本的にはやめた方がいいかなと思います。はい。やるやらないはね、本人の自由っていうか、ご本人の責任のもとやっていただければいいかなと思いますので、詳しくはね、こちらの動画見ていただければと思います。はい。そして二つ目、キャリア柴犬の NFT 配布されていました。ありがとうございます。と、はい、いうことなんですけれども、一応ね、私の方チェックしたんですけど、私はまだ届いてませんでした。で、これが届いたのが、ホワイトリストの、ね、方なのか、そうじゃなくて一般応募の方なのかでまた違ってくると思うんですけれども、一応ね、ツイッターの方をチェックしたところ、はい、ね、キャリア柴犬のラウンド1が進行中ですと。本日10月4日より TNC グループのホワイトリストメンバーへの配布が開始されますということで、で、多分ですね、いつものようにね、1000とか1500ね、多分4回5回くらいに分けて配布するんじゃないかなと思いますので、ね、多分1回目、私結構早めに応募したつもりなんですけどね、はい。ただね、1回目の配布ではね、多分、されてないのかなと。ね。先ほどの方はラウンド1で配布されて、で、私は多分ラウンド2とか3とか4とか、もしかしたら配布されないっていう結果もね、ゼロではないので、ね。前回のオーロラキャッツの件もあるので、ちょっと、あんまり信用してませんっていうのが本音です。はい。もらえたらラッキーくらいでね、はい、思っているので、そうですね。ホワイトリストの方は多分ね、もらえた方ともらえてない方いると思いますけれども、届かないからといってね、慌てる必要はないですね。結構、ね、ストリームコイン、TNC グループ、対応が遅いので、ね、手動で多分やってるような、そういう団体なので、ちょっと、はい、気長に待つのがいいかと思います。
はい、そして3つ目、こちらは Mars ですね。はい、でダウンロードしてみましたが、仕様がかなり変わってるみたいです。今、車操作できたりしてます。まあそうですね。はい、ちょっと進化はしてますけれども、そう、かなりって人によってね、違うと思うんですけど、私はそんなに変わってるとは思ってなくて、基本機能は変わらずに、まあ、車のゲームが追加されて操作できるようにはなりました。そうですね、一番最初車走ってるだけでゲームがなかったので車操作できなかったんですけれども、まあ、基本的にはそう、途中から車を操作して、まあ、宝石を集めるとね、ポイントがもらえて、でそのポイントでスロットを回して、まあ、ガチャを回してジープとかいろんなね、宇宙船とかがもらえるとか、そういう風にはなってます。だからまあそうですね、大体マイニングアプリ1年も2年もやってると進化はするので、はい、まあそこはねご了承ください。登録方法とかは変わってないと思いますのでね、はい、もしねこの動画見て登録できなかったよという方がいらっしゃれば、はい、そこは指摘していただければね、新しいものを作るか、はい、考えたいと思いますので、はいはいね、結構私的にはMarsはかなり期待していますので、ぜひね皆さんも、はい、Mars始め、まだやってない方いればね始めていただけたらと思います。はい、そしてこちらがトラストダイスですね。福赤には本当厳しいところですよね。プロバイダーによってなのか、他のユーザー ID と IP アドレスが重複すると言われ、問答無用でユーザー ID 消されて撤退しましたと、はい、いうことなんですけども、やっぱりね、こういう無料のフォーセットサイトとかは、複数でアカウント作れば、それだけね、倍で報酬がもらえることになってしまうので、それを許してしまうとね、やっぱり運営の方もね、お金がどんだけあっても足りないよということになっちゃうので、まあ、そこはやっぱり厳しくされるんでしょうね。はい。で、私もちょっとね、過去、最初にフォーセットサイトを知った頃はね、こうやればたくさん稼げるじゃんって思ってね、私も一時期そういうことを考えて、ね、ちょっとやった時期ありましたけど、すぐにやっぱりやめました。ね、せっかく貯めた本垢が、本垢までバーンされるとね、もったいないので、やっぱり、うん、サブは作らずに、もう本当に一個だけでやるようにはしています。まあ一応逃げ道としてはね、本当にスマホ、ね、全く別のスマホを2台、3台用意すれば、その Wi-Fi とか使わずに電話番号だけでね、携帯電話の電波だけで繋いでいれば、まあアカウント、複数アカウントというふうには見なされないと思うんですけど、まあそこまでね、スマホ何台も買ってまでやる人っていうのもね、なかなかいないと思いますので、はい、基本的にはそうですね、複数アカウントはやめた方が、はい、身のためだと思います。はい。はい、そしてコアマイニングに関しての質問なんですけど、まず一つ目ですね。登録の際にメールアドレスを入力後、email& ユーザー ID cannot be POS にると表示されます。登録できません。同じような方はいるのでしょうか？認証コードをというところで、この後ね、続かないんですけれども、なんとなく、ちょっと間違ってたらね、またコメントいただきたいんですけど、メールアドレス登録後に、そのメールアドレス宛に認証コードが届きますと。で、その認証コードを、入れるところでつまずいてるんですかね。はい。ちょっとやっぱりこれだけの情報だとわからないので、まあ基本的にはこの動画見ていただいて、動画の通りやっていただければ、今のところね、この方以外でその登録できませんでしたとか、ね、そういう方はいらっしゃらないので、はい。よくよくね、動画、見ていただいて、動画の通りやれば、多分、皆さんできているので、多分ね、何かしらどっかの手順勘違いしているか、飛ばしているか、ね、だと思いますので、はい。もう一度ね、動画見ていただいて、やってみてください。それでもダメだったらね、もうちょっと詳しくね、動画の何分、何秒のところから、うまく進みませんとか言ってくださると、私もね、チェックしやすいので、はい、そんな感じでね、質問する方の質問力によってもね、やっぱり変わってきますので、はい、ちゃんと分かりやすくね、質問していただければと思います。はい、そしてもう一つがですね、ユーザー iPhone not supported っ
って出てアプリがダウンロードできないですと、はい、いうことなんですけども、基本的にAndroid しか今アプリが出ていませんので、多分ね iPhone でダウンロードしようとしたんじゃないですかね。 iPhone 版は出てないですので、 iPhone 版は対応してないので、はい、Android のスマホでやっていただくか、あとねパソコンに詳しい方であればエミュレーターって言ってパソコン上で Android を動かすソフトアプリがありますので、それをパソコンにインストールして、で APK ファイルですね、 Android のアプリのファイルを、まあ、パソコン上のエミュレーターで動かすというやり方はあるんですけど、こちらはねやっぱりパソコン詳しい人じゃないとわからないかなと思いますので、今私が喋ったことを何言ってるかわからないっていう人はやめた方がいいですね。逆に詳しい人は今私が言った内容で、はい、できると思いますので、やってみていただければと思います。はい、そしてこちらがですね、この昨日の動画の中で、多分コアマイニングに対してね、この後どうすればいいですかみたいな質問があって、あとはね紹介者出して、で紹介した方3名以上になる、まあ、1人につき50キロのハッシュが増えますと、でマックス3名まで、紹介すると150Kのハッシュが増えますっていう、多分そのお話に対して、紹介するって昔のネズミ子みたいですね。昔は問題に、社会問題になったやり方ですよと、はい、いうことで、はい、コメントいただいてますけれども、まずですね、結構ね、マイニングアプリ、パイネットワークの頃から、こう、ネズミ子だっていう方がやっぱりいらっしゃって、でここでですね、このねネズミ講についてちゃんとね理解していただきたいと思いますので、はい、こちらですね整理してみました。まずね紹介と聞くと、もうネズミ講を思い浮かべる方、結構ねやっぱり60代前後くらいの方ですね。このねネズミ講が社会問題になった時代に活躍されていた方とかはね、やっぱりネズミ講紹介って聞くとネズミ講やっぱり思い浮かべる方が多いみたいで、ね、ネズミ講ってじゃあ何なのっていうところで正しくね理解していただきたいと思います。まずですね、ネズミ講なんですけれども、実体のない金品の受け渡しということで、これ法律で禁じられている行為になります。はいね、だからネズミ講は違法ですね。これやってる方は捕まりますということです。一方ですね、マルチ商法という名前のねやり方があるんですけど、これは実体のある金品の受け渡しでね、これは法律の元ねちゃんとこう制限がかけられていて、そのちゃんとね制限通りにやっていれば合法として認められる商法ですと。はい、でここで、気をつけてほしいのが、ネズミ講もそのマルチ商法もこの MLM というね仕組みを使っているね、ここがまあ共通点なので、よくなんですかね、同じものと理解されがちなんですけれども、じゃあ MLM って何かっていうと、要はですね口コミして紹介した方に、まあ、企業側がねその紹介料として、まあボーナスとか紹介料を与える、まあ販売促進方法、要はマーケティング方法なんですよとねいうことになります。なのでこの MLM ねを使っているということで、ネズミ講もマルチ商法も、まあ、共通はしているんですけれども、全然ねネズミ講は違法ですし、マルチ商法というのは合法ですよと。はい、じゃあねこの MLM って具体的に何っていうところをねしっかり理解していただきたいんですけれども、はい、MLM っていうのはマルチレベルマーケティング、このね頭文字 MLM っていうのを取って、まあMLM と言われているんですけれども、でこの紹介ね、紹介報酬が多段階、まあ、2段以上のものですよと、はい、いうことで、じゃあねこの MLM を使った、まあ、これでマーケティングしている、まあ、商品とか会社ってどんなものがありますかっていうと、まあ、皆さんね聞いたことあるなんとかウェイとかね、あとニュースなんとかとかね、はい、こういったところが、まあ、マルチレベルマーケティングを使ってますよとね。だからよくこの辺ね、ネズミ講と間違える人がいるんですけれども、こちらは合法なのでね、ネズミ講だったらもう捕まって営業できてないはずなので、ちゃんと営業できてるっていうことはね、合法の、はい、やり方をやってるということです。はい、で
マイニングアプリで言うと、この3つが私が紹介している中ではマルチレベルマーケティングに当たるのかな。コアマイニングがね、昨日の動画でもお話ししたように、紹介した人、またはね、その紹介した人の紹介した人の分まで報酬が入ってくるということで、マルチレベルマーケティングになるのかなと。で、オピンカーが、これは何段階かな、結構な段階まで、5段階くらいまで確かね、報酬がついてると思います。で、TI チェーンも3段階まで報酬がつくので、まあ、そういう意味ではこの3つはマルチレベルマーケティングを使った、はい、ね、マイニングアプリということになります。はい、じゃあ一方でそのマルチがあればそのシングルっていうのもあるんだよとね、要は1段階報酬が1段階のものをシングルレベルマーケティング、まあ、SLM と言いますけれども、これ何かっていうと、まあ、一番皆さんね身近な分かりやすい事例でいくと、美容室ね行くと今度お友達ね紹介してくれたらお客様 50% オフにしますよっていうのが、これがシングルレベルマーケティングですよね。要は口コミで紹介したらね、紹介したお友達がちょっと報酬をもらえると。はい。っていうのと、あとはメルカリとかもそうですよね。アプリで紹介コードを教えて、新しいお友達がその紹介コードを使って登録したらね、まあ、500円くらいのね、ポイントがもらえるんですかね。はい。まあ、この辺はだからシングルレベルマーケティングって言われるものになります。で、パイネットワーク含め多くの、まあ、スマホマイニングアプリですね、が、このシングルレベルマーケティング、要は紹介したら紹介した人に、こう、ボーナスが入るっていう仕組みを使っていますと、はい、いうことなので、まあ、いわゆるですね、その販売促進方法、営業方法ですね、はい、このようにですね、まあ、MLM というやり方あるんですけど、これはね、あくまでもそのマーケティングのことを言っているだけで、ネズミ講とね、いうものとは全く違うと、まあ、ネズミ講が MLM を使ってるっていうことにはなるんですけれども、だからといって MLM がネズミ講というわけではないので、ここね、よく勘違いっていうか、やっぱりされてる方多いので、で、特にやっぱりね、紹介と聞くとネズミ講っていうふうにこう、直結で考える方ね、かなりやっぱり年配の方多いので、まあ、この辺はね本当に正しく理解していただくことが必要かなと思います。はい。で、それでもねちょっと怪しいとか思うのであれば、それはねもうマイニングアプリやめていただけば、はい、いいと思いますので、ね、怪しいとか思いながらやるよりも、まあ楽しいとかね、将来暗号通貨たくさん増えたらいいなと思って、まあね、プラスの気持ちでやっていただく分にはいいと思いますけれども、なんか怪しいよねとか思うんであれば、はい、全然やめていただいてもいいと思います。もう、パイネットワークの時もね、もうかなりそのネズミ講だなんだっていう、ね、誤解した人が、かなりね、噂を風潮したりしていましたけれども、やっぱりね、どうしてもそうですね、この辺がやっぱり理解できないみたいで、未だにあるんだなっていうのを、はい、実感しました。はい。でですね、MLM ね、について結構ね、詳しく解説している動画が過去に私撮ってますので、よろしければね、合わせてこちらも見ていただければ、はい、わかるかと思いますので、理解が深まるかと思いますので、はい、参考にね、していただければと思います。はい、そしてこちらがリージョンネットワークですね。ログインでくるくるしてアプリに入れないですということなんですけれども、まあこういった現象ね、よくスマホのアプリでありますので、はい。で、過去にもね、何度かお話ししてますけれども、アプリがうまくいかない場合は、こういったことをね、チェックしてみてください。まずはね、アプリを、はい、一回落として再起動してみてください。で、それでダメならね、Wi-Fi 環境であれば 4G、5G 回線切り替えて、ね、見てくださいと。はい。それでもダメだったら、一旦スマホを電源オフして、またオンしてみてください。はい。それでもダメなら、アプリ最新バージョンが出てないか確認して、出ていたら更新してください。はい。で、それでもダメなら、ね、メモリがいっぱいになってませんかということで、もしね、メモリがパッツンパッツンだったら、不要なデータ削除してメモリをね、結構開けてみてください。もう最近のスマホだとやっぱり5ギガとか10ギガくらい空きがないとね、うまく動かなくなりつつあるので、はい、こちらは iPhone も Android も一緒です。はい、メモリを開けてください。はい。で、それでもやっぱりダメだよっていうんであれば、一回ね、アプリを削除して、また再インストールしてみてください。この時にね、ID とかパスワードはちゃんとメモった上でやっていただくことをお勧めします。
で最後がですね、運営側の、まあ、不具合である可能性が多いですよとね、アプリがねバージョンアップしたんだけどアプリ自体にバグがあったとか、あとはね運営のメンテナンスですね、定期的にあのメンテナンスやるところもありますので、そういった時はねツイッターとかチェックしていただいて、あのメンテナンスの時間にかぶってないかとかね確認してください。で運営側のね不具合、サーバーのダウンとかもありますので、まあそういった時は待つしかないのかなということで、はい、まあアプリが動かない場合はまあこういったことで治る可能性がありますので確認してみてください。はい、そしてこちらがビットコインレジェンドですね。こちらも同じだと思います。アプリがホワイトアウトして見れなくなりましたって言ってるんですけれども、はいね、これもまあさっきと同じようにこの辺ね一連のチェックをしてみてください。でそれでもねやっぱりダメでしたというんであれば、もう一度ね私の方に、はい、あの YouTube のコメント欄にコメントいただくか、もうねアプリの運営会社の方に連絡してみていただくのが良いかと思います。はい、そしてこちらがチートムーンですね。いつもありがとうございます。チートムーンについて質問です。最近パソコンノードがよく止まってしまってるのですが、合併したサイトの関係でしょうか、私のパソコンの具合でしょうか、時間あるときお返事いただけたら嬉しいですということで、私はね全然問題なく動いているので、多分ね、あなたのパソコンの具合が悪いんじゃないかと思います。はい、チェックしていただければとか、なんかね、前回もあの、なんだっけ、パイネットワークのね、ノードを入れてうまく動かなくて、そのあたりからチートムーンのノードもうまくいかなくなってるみたいなことを言っていた方、同じ方なんですけれども、はい、その後ね、お友達にパソコン見てもらうって言っていたんですけれども、どうだったんですかね、はい、その結果も合わせて、はい、コメントいただけたらと思います。はい、そしてこちらがパンケーキスワップに接続したところ BNB の Gcash はありました。しかしウォレットで受け取った Gcash はそれではないようでスワップできませんでした。 Gcash にいくつか種類あるようでいい方法ないですかねと、はい、いうご質問なんですけれども、まずですねちょっと私のねあの理解が間違っていたら申し訳ないんですけれども、 Gcash は多分バイナンススマートチェーンだけじゃないかと私はね理解しています。でもしねあのそうですねあのいくつか種類があるということであれば、ちょっとねそれ調べていただくのがいいんじゃないかと思います。はい、でこちらがですねコインマーケットキャップですね、その G キャッシュのところを見るとコントラクトって書いてあって、ここがね BNB バイナンススマートチェーンということでコントラクトアドレスが載ってるんですけれども、BNB 以外のコントラクトアドレスが載ってないんですよ。で一方でこちらがポリゴンなんですけれども、同じように、ここねコントラクトのところを見ると、イーサリアムのコントラクトアドレスが書いてあって、でその横にですねモアって書いてあって、でこちら開くと、まあ、BNB だったりポリゴンだったりソラナだったりということで、ね、他のチェーンの場合はこんな感じで、他のチェーンがあるよっていう場合はこんな感じで、コインマーケットキャップの方で全部ねあのまとめてくれています。で逆に言うとここに1個しかないっていうことは、多分バイナンススマートチェーン1個しかないんだとね私は理解していたので、はい、他のチェーンがあるっていうのはちょっと知らなかったっていうか、調べてみたんですけども私は見つけることができなかったので、多分ねあのバイナンススマートチェーンしかないんじゃないかと思いますけども、もしねあのこのチェーンでもやってるよっていうことであれば、はい、教えていただければと思います。っていうのと、あと他にいい方法ないですかねっていうことに関しては、まあ昨日の動画でもねお伝えしたんですけれども、あの暗号通貨取引所に送ってしまえば、はい、そこでねあのチェーンとか関係なくねあのできますの で特にこれコインマーケットキャップのところなんですけども、バイナンスでもできますし、コインベース、あとゲート IO ですね、ジェミニもできますし、ビットフェネックス、クラーケン、はい、結構ね大手のところだったらほとんどできますので、ちょっとねバイビットが載ってなかったので、はい、バイビットやってるかどうかっていうのはちょっと調べていただかなきゃいけないんですけども、まあ大体バイナンス皆さん使ってるんじゃないですかねと思うんですけど、はい、この辺のね暗号通貨取引所の方に送って、でそこで
他の暗号通貨に、はい、変えることはできます。だからバイナンスだと USDT、BTC、BUSD、USD ね、この辺に載ってるやつイーサリアムにも交換できますね、はい、BNB にも交換できますので、はい、なのでこれ見ながら参考にして、はい、暗号通貨取引所に送って交換していただければいいんじゃないかと思います。はい、そして最後ですね、昨日の FX の結果共有しておきます。プラスが441、マイナスが89、損益が352ということで、はい、だいたい 1% くらいですね、昨日も利益が出ましたということになります。 FX の情報はね、毎日平日分は、はい、毎日お伝えしていきたいと思います。はい、ということでね、いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。質問などはね、コメント欄の方にお願いします。で、テキストだけではね、やっぱり回答が伝わりにくいかなといった場合は、まあ、動画で解説していきたいと思いますけれども、まあ、テキストだけでね、回答できるものはちょっと動画にしませんので、その辺はね、ご了承ください。で、今回の動画がね、良かったよ、役に立ったよ、ためになったよという方はね、いいねボタンを押していただければと思います。またですね、情報を見逃さないようにするためにも、ぜひチャンネル登録ボタンも押しておいていただけたら嬉しいです。